ゼロ人マリオチャレンジだけじゃなくて何かこういうのやってみてみたいなやつは自分は結構やりますよ多分。もうなんか普通に100人マリオチャレンジとても難しいはかなりきついけど、もう難しいは絶対クリアできるってわかるからね。申し訳ない、あまりこ TV バグった。全然やりますよ。ん？なんだなんだ。お。分かったぞ。よく見たらここ行けるじゃん。こうか。で、P が落ちてきます。これで右に進めますと。なるほど。で？え、食らうのか。上に進んで P があるね。 P を確保。ここ進めるよね。本当か？ここなのか？なんか緑の悪魔ばっか出てきてるけどなんか違う気しないか。お、入れた、よかった。あ、いや最初のとこにか、あ、違う、最初じゃない。とりあえず中間取っとくか。スター。あ、まあ、まあまあまあ倒して入ってスターで先に進むと。う、詰まった。ここはいけるね。落ちないように注意してスター確保。おっとっとっと、もう一個出てくるかな。出てくる。じゃあもらっとこうか。で、これあれなんですね、多分出てきたやつでいろんなとこ進めるよっていうやつなんだろうね。おっと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 、こっちか。いや、なんか違う気すんな。まあいいか。あ、よしだね。おっとっとっと、あ、そっか、カルも食べれるんだったな。よし、捨てて上に行くんだな。あ、なんかある。なんだろう。あ、はい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 。待って、これよし連れてけんじゃねえか。そっか、ガリガリアクションか。苦手なんだよな。行くぞ。ほほ、おお、地震か。震度3くらいかな。震度3でもデカって感じるようになってしまったよな。もうむずいぞこれ。やっぱ微調整がガリガリ難しいんだよね。よいしょ。オッケー。時間かかんな。ボムヘイちゃんか。うん、そういうことか。ファイヤー含んでこいと。よっ。うわー、やらかした。なあ、俺が落ちた。よし、やっといった。
まだ続くんだな。マジか。まだ続くのか。いや、ゴールだった。やったー。長かったー。じんわり難しかったし。スクロールはきついな。でもやっぱりできる人はできるんだよな。でもってこれに入るんだろ。入る入る。一回食らう。ゴール。ええー、簡単。簡単。とりあえずクッパジュニアかな。お、これはむずそうだね。ここだな。よいしょ。地味にこれも嫌い。あー、そっちか。なんか甲羅的なあれが出てくると思ったわ。キノコ、まあキノコをくれる優しさですよね。お、ふわふわパターン。こいつは落ちてこないか。そうか。ファイヤー。いいのか、もらっちゃって。本当にコクッパか。踏んだ方がダメージ大きいのかな。どっちなんだろうな。なんか踏んだ方がダメージありそうな感じするな。あ、上に行けねえ。これ倒すんじゃねえんだ。踏んで上に行くんだ。まさかのこうだ。こうだ。右か左か。じゃあ左で。左で良さそう。ボムヘッちゃんを使うんですね。了解した。オッケー。ああ、まだ続くのか。はい。うん。お、しまった。倒しとく。お、ファイヤー。やった。これ多分左に繋がってる。うん。お、でかっ。びっくり。おっと。あいつらが下に来た瞬間、命はないわけで。はっはっは。はっは。お疲れ。ここでもらえるのが、P スイッチと、入って戻ってなんかあったっけ？わからないときはもう一個持ってく。あ、そっか。踏まないと出てこないか。あ、これで右に行くのかな。あ、なるほどね。これどうなるっけ。おお、どうしてこんなとこに。おお、取れてない取れてない。飛んでくんだ。尻尾だ。間違った。凝ってんな。お、多分これ羽だな。羽で行くんだな。あ、食った。ゴールだ。よーし、よかった。